の基板、腐った生ゴミみたいな匂いがするよ。そりゃそうだよ。だって、腐った基板を使ってるんだし。え、これって、電子基板だよね。生物じゃないのに腐るの。腐らせたんだよ。苦労したけど、いい感じでしょ。なんで苦労してまで基板を腐らせようと思ったのか、理解に苦しむよ。でも、腐った基板何力作ってどうするの？そんなのどう考えても使えないじゃないか。そんなことないって。っていうか、これは腐ってるからこそ意味があるんだよ。この尺 X8 はゾンビラムスキンって言ってね、肉体をゾンビ化する効果を持ってるんだ。ゾンビ、それって死体になるってこと？体だけね。本当に信じようわけじゃないから、そんなに怖がる必要ないよ。いや、おかしいだろ。体がゾンビになるとか言われたら普通怖がるよ。でも、ゾンビの体ってちょいちょい便利なんだよ。痛みは感じないし、血も通ってないから、剣で攻撃されたとしても出血多量になったりしないから、ショック死もありえないし。ゾンビ化してる時点で信じやってるよ。いや、肉体がゾンビ化するけど実際に死んでるわけじゃないから。って、なんか、すごくややこしいんだけど、結局これを使うと、体は死んだ状態になるってことでしょ。心は生きてるけど、体は死んじやってる状態だから、半殺し状態、つて感じかな。違うよ。あ、でも使う前に一つだけ注意ね。ゾンビって動く腐った死体だから、ものすごく体臭が臭くなるんだよ。だから、もしこれを使う時には、臭い対策として香水を用意しておいた方がいいよ。気持ちはわかるよ。イオン、女の子としては絶対に使いたくないよね。